えー、こんにちは、デュード649です。えー、昨日、ツイッターでもちょっとあの、拡散したり、リツイートしたりとかして、えー、お知らせはしたんですけど、一部の方には、えー、大洗のカラクフェスタの追加情報が、えっ、ー、と、ありまして、えー、っとですね、と、これまでは、大まかな内容がお知らせされておりました。 えー、オープニングセレモニーがあって、ガルパンクイズ大会があって、それから、ブルーホックスの演奏があって、えー、フラダンスビンゴとあって、それから、えっと、クイズ大会の後にガルパンのキャストさんのトークショー、えー、淵上さん、尾崎さん、吉岡さん、伊沢さんの、えー、トークショーがあったりとかして、えっと、その後5時から、えっと、アニソン DJ の、えっと、過去公式のライブがあったりとか、 でその後、えっと、花火を打ち上げて、えー、行いますと。いう、えっと、お知らせだったんですけど、さらに加えてですね、今回は、二つあります。特に、今社の方は、今日、詳しく説明しますが、前社は、えっと、一つ目ですかね、えー、は、大洗大使長の正宏さんが、ご来場なされるということで、えー、今年も、えっと、大洗の街、ガッテムが、 流れますね。はい。えー、正直、私ね、実は蝶野さんには初めてなので、えっ、ー、と、自分の目の、なんでしょうね、自分のね、えー、目,の目でみんな初めてということで、蝶野さん、えっ、ー、と、楽しみですね。お会いできるのね。はい。ちなみに、5時から握手会やるそうです。えー、っと、うまく両立が必要であるんですよ、実はね。なぜかっていうと、アニソン DJ ライブと重なってるんですよ。 さあ、どっちを取りますか皆さん。<laughs> えっと、両方行きたい人は、えっと、ちょっとうまく間を、えっと、なんて言いましょう。えっと、うまくマを,をですね、えっと、やりくりしてですね、えー、ぜひ、当日、えー、参加してみましょう。二つ目。まあ、歩行者天国の話は、えっと、 まあ、誰かがしてると思いますので、省略します。特に今回、と今回はですね、二つ目が大事で、えっと、私が、えっと、専門としている鉄道関係のお話をします。大洗には、鹿島臨海鉄道大洗い鹿島線という電車が走っております。で、3月19日当日はですね、えっと、 大変な混雑が予想されるため、臨時電車を、えー、出すそうであります。ちなみに今のところ確認されているのが赤いところが書いてあるところは臨時電車の増発ですね。10時16分発、えっと、11時18分発の下り大洗行きの電車、水戸発ですかね。はい。で、大洗駅から水戸行きの電車が8時54分の1本が、えっと、増発されています。 そもそも大洗鹿島線どのようなものか、えー、知らない方について、えっと、ちょっとこの後説明したいと思います。えっと、大洗鹿島線というのはですね、この赤と白の電車の第三セクターの鉄道です。えーえっと、茨城県の、えー、水戸という駅から、えっと、一応鹿島神宮まで路線があるそうですが、えっと、 本数はそんなにありません。しかも、えっと、水戸から大洗行く電車が1時間に3本ぐらいあるんですが、その大洗から先の鹿島神宮へ行く電車は1時間に1本ぐらいしかありません。ので、えっと、乗る際は十分気をつけてくださいね。これ JR じゃないので、別途、えっと、切符乗車券が必要になるので気をつけましょう。18切符も使えません。IC カードも使えませんので気をつけましょう。 えっと、詳しくはちょっとこの後説明しますが、ちなみにご存知の方もいるかと思うんですけど、えっと、ガールズパンツァーのアニメが始まってからは、ラッピング電車も走るようになったそうですね。えっと、こんな感じですかね、えー。えっと、ガルパンのキャラクターがこのように、えっと、ラッピングされております。えっと、劇場版が公開された時は少しリニューアルも、えー、しております。はい。 えっと、ミポリンの、えっと、ヘッドマークもありますね、ここにね。で、えっと、路線図についてちょっとお話しします。大洗駅がどこにあるかについてちょっと説明したいと思います。先ほどもお伝えしましたように、えっと、大洗鹿島線は水戸駅から、えー、鹿島神宮まで行く路線でありまして、ここね。 えっと、そういう、えっと、路線なんですけども、大洗駅がどこにあるかというと、ここですね。大洗。ここです。水戸から行くと、東水戸、それから、つねみ、えー、大洗と。えっと、水戸からかん、水戸から、水戸を含めて数えると、1、2、3、4つ目の駅になります。まあ、だいたい20分ぐらいかな。そのぐらいで着くと思います。 えー、では本題に入ります。えー、大洗鹿島線のホームページを見ますとですね、えっと、3月19日にカラークフェスタが開催されることに伴いですね、水戸駅、大洗鹿島線ホーム、かっこ、水戸駅の8番線は混雑が予想されます。まあ、ニュースで見た方も多いと思います。つまりですね、こういう、えー、つまりこんな感じになってます。えっと、ホームで、ホームには人がいっぱいいますね。 そう、これだけ人気があるという証拠でございます。えー、さらに改札外まで、えっと、並んでしまっているんですよ。これにはちょっと大きな理由がありまして、先ほどお伝えしましたように、スイカ IC カード使えません。ので、多くの方はここで切符を買うことになるんですよね。それで、ね、混雑するわけであります。えー、ちなみに改札はこうなってます。えー、 一応、ここにパスもらえばありますが、大洗貸島線の運賃は支払われませんので、えっと、別途切符を買う必要があります。じゃあ、切符売り場に並ばずに、えっと、行けるかどうかっていうと、実は行けるんですよ。あ、これはあの、あくまでも水戸から大洗の乗車券なんですけど、実はね、買えちゃうんですよ、緑の窓口で。特に遠隔地からおいでの方、JR、 えっと、使われる方はですね、ぜひですね、えっ、ー、と、お近くの自宅の最寄りの JR の駅から、えっ、ー、と、緑の窓口、お使いになると便利かもしれません。いちょっとだけですが、ショートカットできるんじゃないかなとは思います。ただし、これだけは、えー、注意してください。さっきも言ったかもしれませんが、18切符使えないんです。はい。18切符で来ようと思っている方は気をつけてください。 このようにベッド切符を買ってください。緑の窓口で水、水戸お笑い館の切符は必ず買ってください。18切符を使う方、必ずお願いしますね。え、まあ、詳しくは JR 東日本のホームページをご覧いただくと、えー、わかりますので、そちらをご参照ください。 といった感じで、えー、当日の混雑についてはこのような、えー、さっきの画像の通りをお伝えしましたし、先ほど切符の買い方についてもちょっとだけお話ししたんですけど、一応ですね、臨時の大洗鹿島線の切符売り場を、えっと、設置するようなので、えっと、こちらですね、えー、臨時発売窓口、 をですね、解説するそうなので、えー、駅員さんの指示に従ってこちらに並んでいただくという感じになりますね。えー、もちろん、快楽フェスタにとどまらず、とどまらずですね、えっと、他の、例えば、アンコウ祭りとかですかね、こちらでもほぼ同じ対応だと思うので、えー、他の、えっと、お祭りに関しても、えっと、このようなことに気をつけましょう。 ちなみに、えっと、水戸駅から大洗まで、えっと、一応、運賃は320円ですね。えぇ、ー、スイカ使用できないので、一応、切符を買っといてください。もし JR を使える方がいらっしゃったら、ぜひ、緑の窓口を利用しましょう。お近くのね、えー、緑の窓口ですね。そちらを使っていただくと助かります。ちなみに、水戸駅の、えー、下り線の便について、ちょっと詳しいものが載っていたので、ちょっと見てみましょう。 えっと、始発が5時55分に発車する電車からボンボンボンとい言ってさっき出たのが、これは赤字がね、臨時電車ですね。えっ、ー、と、ちなみに臨時電車以外にも、えっ、ー、と、この時間の電車を中心に、連結して、えっ、ー、と、両数を増やして運行するそうですね。例えば、7時9分の新方向待機ありますよね。こちら、船は2両編成ですが、えっ、ー、と、3両編成に、えっ、ー、と、増結して、えー、行ったりとか、 中には、ちょっと鉄道オタクは、鉄道ファンの皆様、えオタクの皆様、<laughs> ちょっと失礼かもしれないけども、えっ、ー、と、まあ鉄道が好きな皆さんにとっては、えっ、ー、と、この時間ちょっと狙い目かもしれません。青い四角のところ、新型車両3で連結とありますが、こちら新型車両に乗りたい方、この時間を狙ってください。 狙ってくださいって言ったらちょっとおかしいかな <laughs>。あの、まあ、新型車両を運行するということでございます。あと11時10分も、えっと、一応新型の、えっと、3両の連結があるそうなので、こちらも確認してみましょう。もちろん、特に千葉県民の皆様なんかは、鹿島神宮から行った方が近いという方もいらっしゃれば、えっと、また別の話です。もちろん、鹿島神宮から大洗いまでは、えっ、と、大洗いから水戸池の電車1時間に1、2本程度は出てるんですが、 今日本出てるんですが、ただし、鹿島神宮駅がこんなんしか本数がないので、朝だけですけども。まあ朝だけでもこんな、こんなしか本数ないんで、えっと、気をつけましょう。まあ、エアポート成田でたまにあるのはありますけどね。調べてみると。はい。まあ、ものもの、詳しくは、えー、JR さんのホームページ見てもらうと助かります。ちょっとここ省略します。 ちなみに、鹿島神宮から、えっと、お笑いまでは、1280円必要です。また、高速道路とか、お車でいらっしゃる方については、えっと、別途ホームページまたはですね、えっと、下の概要欄に載せとくんですけど、また、僕の、えっと、圏央道のえ作った動画があるので、ちょっとそちらもですね、参照してください。え最後、えー、お笑いの駅のホームは、えー、こんな感じになってます。特に2番線、3番線は島式ホームですからね、 えっと、周りに柵とかホームドアとかありませんので、えー、十分周りに気をつけて、えっ、ー、と、進むようにしてください。ちなみに一番星の本はこんな感じになってます。ええー、といった感じで、えっ、ー、と、今回は、大洗い火力フェスタの追加情報と、それから鹿島臨海鉄道のですね、臨時電車と、その、えっ、ー、と、車両の増結のお話などもさせていただきながらですね、 えー、当日、えっ、ー、と、切符を買う件についての、えー、とお話を少しだけ、えー、しました。えっ、ーえー、と、もう一度強調しときますが、遠隔地の皆さんはですね、ぜひですね、えっ、ー、と、最寄りの駅の、JR の駅の、えっ、ー、と、大きな駅ですかね、のね、えー、緑の窓口をですね、ぜひ活用していただいて、時間短縮を図ってください。 あと、それから、混雑防止にも協力を、えっ、ー、と、していただければ幸いです。とのことです。まあ、えっ、ー、と、もう、あと、一週間ちょいになりました。えー、皆さんですね、えー、もう楽しみですね。私も、えっ、ー、と、参戦するので、もし見かけたらですね、えー、声をかけてください。一応、目印になるものはつけておくので、えっ、ー、と、フォロワーの皆さんもしいらっしゃったら、えー、ぜひ声かけてください。 ということで、えー、皆さんですね、ぜひですね、大笑い貸しません、えっ、ー、と、乗る際は十分情報には、えー、気をつけてですね、えー、それから、ルール、マナーを守って楽しく、えっ、ー、と、ガルパン巡礼しましょうね。えー、それではご視聴ありがとうございました。